こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。今日は APS-C デジタル一眼レフ専用レンズ、シグマズーム 18-50mm F3.5 から 5.6DC を紹介します。発売が2003年11月とデジタル初期の頃のレンズで、価格は税別2万円とお手軽レンズだったようです。マウントはニコンの F マウントになります。当時のニコンデジタル一眼レフといえば D1 から始まる D1 桁シリーズか D3 桁初代の D100 があったくらいなので、高級一眼レフ用に用意されたレンズということになりそうです。ハードオフジャンク品550円で見つけて買ってきました。 APS-C 専用の 18mm 始まりのズームレンズ、550円は安いと思って買ってみました。このレンズを使って一つ実験をしてみます。フルサイズと APS-C の写りの違いを比べます。このレンズは APS-C センサー専用なので、フルサイズに装着するとこんな感じ。ワイド端ではがっつり四隅が蹴られますし、望遠端まで行ってもやはり四隅が蹴られます。ただ途中の 26mm くらいから 45mm くらいまでの間、蹴られずに撮影することができるのでやってみました。フルサイズのミラーレスソニー α7 に装着して、 35mm カメラ換算で同じ焦点距離になるように撮影しています。左が APS-C モードで 18mm、 右がフルサイズで 27mm くらいに合わせて撮影してきました。ちょっとフルサイズが広角になりすぎていますが、両方とも絞り解放で撮影しています。フルサイズの方で四隅の光量落ちが出ているのと、先頭車両にピントを合わせていますが、 APS-C の方は後ろの車両までピントが合っていて、ピントの合う範囲が広いです。次に同じく 27mm 相当の画角で花をマクロ撮影しました。やはりピントが合う範囲が違っていて、 APS-C の方は後ろの花までピントが来ていますが、フルサイズの方は後ろのアジサイがボケています。あと玉ボケの大きさも違うのがわかります。拡大してみるとこんな感じで、フルサイズの方が玉ボケの大きさがかなり大きいです。初めてちゃんとこういう比較してみたんですけど、結構違いが出るもんだなと思いました。次にレンズの望遠側、 35mm カメラ換算 50mm 相当で比較します。フルサイズの方は四隅が暗くなっているんですけど、光量落ちではなく物理的に蹴られ気味になっています。最初失敗したなと思ったんですけど、強制的に光量落ちさせたような写真になっていて、これはこれで綺麗に見えます。面白い写真になりました。 APS-C センサー専用のレンズなんですけど、無理やりフルサイズで撮影して比較をしてみました。フルサイズと APS-C、 まだまだ理解しきれていない部分があるので、今後もこういった比較をやっていきたいです。カメラボディ D200 に装着してみます。このレンズ非常にコンパクトなレンズです。手ブレ補正はないですし、焦点距離がテレタン 50mm と一般的な 55mm より 5mm 短くなっています。純正の AFS ニコールレンズと比べて一回り小さいレンズで取り回しが楽です。でコンパクトだからといって安っぽいという感じでもなくて、そこそこ高級感があるレンズです。 D200 で動かしてみます。ちょっとこの AFS は溶けておきます。まずはオートフォーカスを動かしてみます。反応します。オートフォーカスは純正レンズではないんですけど、かなり正確で素早く動いてくれる感じです。次にカメラボディにオートフォーカスモーターがない D3100 に装着してみます。小型レンズに小型ボディということで、非常にマッチした組み合わせになります。かっこいいです。このカメラのために用意されたレンズなんじゃないかと思うほどなんですけど、この組み合わせではオートフォーカスが動きません。シャッターを半押ししても無反応です。マニュアルフォーカスで合わせてあげて撮影することはできます。ということで、使うボディにはちょっと注意が必要なんですけど、ニコン D200 でいろいろ撮影してきました。スペックを紹介した後に作例を出します。主なスペックを紹介します。マウントはニコン F マウント、フォーカスはオートフォーカス、マニュアルフォーカスが使えます。 APS-C センサー専用のレンズです。レンズ構成は8×8枚、焦点距離は 18mm から 50mm、 開放 F 値が F3.5 から 5.6、 最小 F 値は F22 から36です。絞りバネの枚数は7枚、最短撮影距離が 0.25m、 最大撮影倍率は1:3.5、 0.28 倍になります。フィルター径は 58mm、 重量は 250g です。作例を出します。まずは準光方向、テレタン 50mm F8 まで絞って撮影しました。非常に綺麗に映るレンズです。さすがはデジタル世代、 APS-C センサー専用ということで安定した写りをしています。
今年2月真冬の作例を並べてみます。左は5月なのにすごく暑かった日、右が2月で寒い日の作例です。どちらも同じ条件、焦点距離が50ミリ、絞り F8、感度 ISO400 で撮影しています。冬の乾燥した感じと夏のじっとりした感じ、季節感まで伝わってくるいいレンズです。ワイドターン 18mm 絞り開放で撮影しました。この画角は光量落ちさせてやろうと思って撮影しているんですけど、絞り開放でもほとんど暗くなることはないです。若干ほんのわずかだけ四隅が暗くなっているかなと感じる程度です。また冬の作例なんですけど、テレタン 50mm 絞り F8 で撮影しています。このレンズの弱点なのか、テレタンにすると色周差が出てくる傾向があります。電車の輪郭、特に左上の部分に色にじみが出ています。拡大してみるとこんな感じ。 F8 まで絞ってこれくらい出てしまうとやや気になるかなといったにじみです。少しズームを戻した焦点距離 31mm、46.5mm 相当の作例です。半逆光方向なんですけど、色にじみが全く出ていなくて非常に綺麗で驚くほどです。拡大してもビシッと決まっていてバッチリ綺麗です。少しズームを戻しただけですごく違いが出ます。次にもう一度テレタン 50mm の作例です。絞りが開放で露出も明るめに映しているので条件が悪いんですけど、電柱が紫色に反射しています。露出を下げて絞り F8 まで絞った作例なんですけど、これでもまだにじんでしまいました。テレタンまで伸ばしきらずに途中で使ってあげた方がいい写真が撮れそうです。粗探しをしてしまったんですけど、基本的には綺麗に映るレンズで、特にワイド側では不満なく使うことができました。東急田園都市線の鈴懸台駅が見える丘の上から撮影しています。電車はこの先右下のトンネルに入っていくところです。小田急江ノ島線の作例です。小田急線で一番かっこいい8000系電車、しかも長い重量編成の作例です。ニコンの D200 で使えるレンズなのが嬉しいです。反対を向いてワイドターン 18mm、 この場所でワイド撮影すると遠近感が出るので好きです。小田急3000系電車はフラットなデザインがかっこいいです。ワイドターン、テレタンの画角を比較します。左がワイドターン 18mm、 右がテレタン 50mm の作例です。ズーム倍率が 2.77 倍と無理しない範囲で作られているのがこのレンズのいいところかもしれません。マクロの作例です。焦点距離 26mm で最短距離 25cm まで寄って撮影しています。 25cm なので結構寄れます。この写真を見ると CCD センサーっぽいこってりした写真に見えます。テレタン 50mm で撮影しました。これで最大倍率 1:3.5、 0.28 倍になります。純正のニコールレンズだったら 0.3 倍以上出るので、やや性能的に劣るんですけど、十分大きく写っていて素晴らしい写りです。ワイドターン 18mm で玉ボケを出して撮影しました。結構粒揃いで広範囲でまん丸な玉ボケになっています。四隅の端っこの方を見るとレモン型にはなっていますが、さすがはデジタル時代のレンズで写りは素晴らしいです。カメラボディをソニーの αNEX5N に変えて流し撮りしてみました。低感度 ISO100 と高速連写が使いたくて NEX5N に変えたんですけど、ミラーレスとも相性が良かったです。焦点距離 35mm でシャッタースピード50分の1秒になるように設定して撮影しました。レンズが小さくて軽いので振り回して撮影しても安定感は抜群です。動画の作例です。カメラボディは引き続きソニーの αNEX5N フル HD60fps で撮影しています。レンズの焦点距離はテレタンの 50mm、 絞りは正確な数値は分かりませんが、多分 F11 くらいに絞って撮影しています。静止画があれだけ綺麗に映るレンズなので、動画もフォーカス固定の撮影方法であれば問題なく撮影することができます。今年も曇りの日が多くて困っています。このまま梅雨入りしてしまいそうな雰囲気で、梅雨が明ける7月中旬まで作例を用意するのが大変そうです。ということで、デジタル時代のシグマレンズ使ってみました。一見凡庸なスペックのズームレンズなので、変化をつけた撮影がしたくてフルサイズで撮影してみました。 APS-C 専用レンズなのに部分的にフルサイズで撮影できる領域があるのは新発見でした。四隅が蹴られてしまうというのも、使い方によっては面白い撮影ができることが分かったので、いろいろ教えてくれるレンズでした。最後まで見てくれてありがとうございました。今後もジャンクレンズのレビュー動画を作っていきますので、また見に来てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。